はい、皆さんこんにちは。2000年代ストリートファッションとヒップホップを語るチャンネルです。今回は第13回ということで、ストリートファッション細分化スタイル別ストリートブランド紹介ボリューム1という形で行ってみたいと思います。僕の動画は一発撮りで撮ってて、もう基本台本とかなしでもうペラペラくっちゃべる感じなんで、あんまり喋りでちょっとうまくつまずくとこも多いと思うんですけど、ちょっと聞いていただければなと思います。はい、では早速行ってみましょう。まずスタイル別ストリートブランド紹介ということなんですが、基本ストリートブランドってなんかいろいろあると思いますし、ストリートファッションって言葉もなんか最近よく使われてると思うんですが、なんかストリートファッションという一括りにされてることが最近多いと思うので、いや違う、たくさんストリートファッションというものがある中でたくさんいろんなスタイリングがあるんだよっていうのを知ってもらいたくて、今回ちょっと自分の思う中で9つ思い当たるスタイルがあったんで、それをちょっと紹介していきたいと思います。まあストリートブランドそれぞれなんかスタイルの中でくくり分けしていくと、大きくこの9つかなと思ってて、裏原宿、恵比寿、宇田川、エイティーズ、ナインティーズ、ニューウェーブ、スケート、ドメスメインのビーボイ、スレーブヒップホップスタイル、まあ基本はこの感じなのかなっていうふうに思ってます。で、僕の知識は2005年から2015年ぐらいまでの、まあ、約10年間ぐらいの知識なんで、今現在がこのスタイルに当てはまるかっていうとそうじゃないかと思うんで、ちょっとそこはご了承ください。はい、で今回ご紹介するのはパート1ということで、裏原宿、恵比寿、宇田川、エイティーズ、ナインティーズ、この5つをパート1で紹介していきたいと思います。では早速いってみましょう。まず裏原宿ですね。裏原系の、まんま系っていうのも好きじゃないですけど、裏原宿スタイルのブランドってどういうのがあるかっていうと、僕の中ではこのブランドかなっていうふうに思ってます。シュプリーム、エイプ、ストゥーシー、FAT、ヘクティック、バウンティーハンター、ネイバーフット、ナンバーナイン、グッドイノフ、アンダーカバー。ここら辺が裏原宿を席巻したブランドかなというふうに思ってます。やっぱシュプリーム、エイプ、ストゥーシー、FAT ってストリートジャックっていうファッション雑誌でよく4大ブランドみたいなふうに言われてたんで、ここら辺のブランドはもう本当に今30代ぐらいの人だったらもう馴染みの深いブランドかなと思います。シュプリームなんか今でもものすごい人気ですし、エイプもめちゃくちゃ人気ですよね。ストゥーシーも最近リブランドしてあれですけど、昔から人気が高いブランドですね。 FAT もまだあるのかな。 FAT も結構よく買ってましたね。で、ヘクティクはですね、僕は買わなかったんですけど、まあ、後に紹介する久保塚洋介とかが来てて結構すごいかっこよかったですね。リアルマテクティクっていう地下にあるお店があったんですけど、そこ行くたびにヘクティク見て羨ましく思ってました。で、ヘクティクからしたのはバウンティーハンター、ネイバーフット、ナンバーナイン、グッドのファンダーカバーっていうと、どっちかっていうと ストリートっちゃストリートなんですけど、ちょっと大人向けのハイエンドな感じですね。で、どっちかっていうと裏原初期に流行っていたブランドたちかなと思います。ネイバーフットに関しては今でも人気ですけど、ナンバーナイン、グッドのアンダーカバーっていうともう90年代とかの裏原のブランドかなっていう、2000年以降もやってましたけども、勢いあったの90年代2000年代初期かなと。で、上のシュプリーム、エイプス、トゥーシー、FAT、ヘクティックとかは2000年代前半から2000年代中盤ぐらいに人気だったブランドかなっていうところですね。スタイルアイコンで見てみると、やっぱり藤原ひろしさんと2号さんの影響は裏原宿では絶大かなと思ってますね。藤原ひろしさんなんかだったらあれですよね、なんだ、グッドイナフか、グッドイナフをスケシンさんと一緒にやってましたし、2号さんなんかももうエイプですからね、エイプやってて、でアンダーカバーの高橋純さんと一緒にノーウェアとかもやってたのかな、そんな感じですよね。はい、でヨッピーさんはヘクティクですね。もう僕ヨッピーさんは超憧れてました。めちゃくちゃかっこよくてスタイルアイコンですよね。もうほんとまさしくヨッピーさんイコール東京のストリートアイコンだなと思います。ピスト入らせたのもヨッピーさんだし、まあヨッピーさん以外にもいますけど T19 とか、まあちょっとですね、かっこよかったですね。でキムタクも結構ストリートジャックとかでやたら現れてましたね。キムタク、久保塚洋介はよくストリートジャックとかファッション雑誌ゲットオンとかでキムタク着用アイテムとか言って、キムタク着用するとなんかプレネがつくっていう現象が起きてて、芸能人なんですけど割と裏原界には影響を及ぼしていた人かなと思います。で、スニーカーはダンク SB とかマックス95、あとニューバランス MT580、これミタヘックとかで出したスニーカーがあるんで、それでめっちゃ人気だったっすね。長々と語っちゃったんで、まあこんな感じです。で、次がエビス系っていうエビスのブランドはスワッカー、ヘノメノン、マックダディ、
で、その下バルエンパイアデビロックスキャナーガルニブートレグブースって、まあいろいろあるんですけれども、上3つのスワッカーフェルメロンマックダディはどっちかというとヒップホップ路線で、エンパイアデビロックはバンド路線かなっていう。エビスって結構二極化したイメージがあって、そのヒップホップ路線のエビスブランドとバンド路線のエビスブランドっていうのがあって、それぞれがひしめき合ってたかなっていう印象ですね。はい、でスタイルアイコンでいうとビッグオー、イグニッションマン、ジョンインさん、もうこの3人はもうスワッカーフェノメノンのあれでめちゃくちゃ有名だしかっこいいですね。右の写真がこれジョンインさんですけれども、はい、これレイダースのスタジャンにデニムはどこかわかんないですけど、ビーボックのザポンプっていうの入ってますね。エビスってこういうスタイル多かったです。ストール巻いたりして、でカザールのサングラスしてっていう感じですかね。でスニーカーはやっぱりこのエビスの特にスワッカーフェノメノンとかマックダディって割とオーバーサイズっていうよりかはちょっと細身なスタイルを2000年代中盤から後半ぐらいやってきてたんで、なんだろう、スニーカーは、ボリュームのあるエアジョーダンの、まあ、1から7で細身のデニム履いて、上をちょっとまあレトロな感じにするようなイメージですかね。そういったスタイリングだったと思います。スワッカー着てる人はめちゃくちゃ僕憧れてましたが、今でもかっこいいかなと思いますね。特にこのジョン・ギーさんがめちゃくちゃ渋かった。でペッツさんってスタイルアイコンの中にペッツさんがいるんですけど、ペッツさんは今エンタウンでポニーペッツジャンクマンとかでもやってると思うんですけど、ペッツさんってもともとハイト東京っていうマックダディのお店が原宿にあって、ハイト東京のスタッフだったっていう形ですね。あんまり今知ってる人あんまりいないと思うんですけど、当時からペッツさんはなんかイケてましたね。はい、で次です。次が宇田川スタイルです。宇田川スタイルはまあ宇田川町ヒップホップな感じなんですよ。宇田川町っていうとレコード屋が多いと思うんですけれども、いろいろそのレコード屋が密集してる、まあ音楽好きがめちゃくちゃ集まってるエリアで、本当にラッパーの人とかもたくさん生息してたエリアなんですね。でその宇田川系のスタイルっていうとインポートを取り入れてオーバーサイズしていくっていうようなののイメージがありますね。ブランドでいうとラルフローレン、ポロラルフローレンで、ミチランドネス、ストランドディーンで、ポーリーズ、ボルト、ポーリーズ、ボルトになってくるとちょっと2010年ぐらいになってくるんであれですけれども、で PRPS トゥルーレリジョンのデニムで固めて、チャンピオンのスーパーフーリーを着て、ノースフェイスのゴッサムジャケットを着るみたいな、もう宇田川の B-boy スタイルですねこれが。はい、そうなんですよ。ノースフェイスのゴッサムジャケット、チャンピオンのスーパーフーリー、デニム PRPS ボルトとかリーバイスとか履いて、足元ゴアドームポジット、これが宇田川スタイルです。スタイルアイコンでいうとやっぱ CT さんですね。グローアラウンドの元店長さんで、 4W1 でもよく1週間コーディネートとかやってたんですけど、 CT さんはめちゃくちゃイケてて、 BB インクっていう BD さんと CT さんとビッグザムさんのクルーもあったりしましたね。でやっぱ宇田川の人たちでイケてたのはやっぱ CT さん周りのグローアラウンドの人たちもそうですし、ブートストリートっていうグローアラウンドの隣にあった DO さんがやってた、CD ショップがあったんですけれども、今ないですが、ブートストリートのスタッフもまさに宇田川スタイルですね。あとはバブルズ601、これもなくなっちゃったんですけど、バブルズ601もめちゃくちゃイケてるショップでしたね。6階にある、エレベーターがあって6階にあるところなんですけど、ここもめちゃくちゃかっこいい、もうすごい、もうザ・ビーボーイな感じです。洋平さん、横地さんっていう人がオーナーでやってると思うんですけど、かっこよかったですね。あとはクワンザですね。クワンザは宿川じゃないんですけども、原宿になって途中から代官山に移転したんですが、クワンザも超渋かったっす。クワンザもザ向こうのニューヨークのフットの感じのスタイルを押し出していくお店で、クワンザでよく服買ってましたね。知ってる人いたら嬉しいです。はい、で次が 80s スタイルです。80s スタイルっていうのはどんな感じだったかっていうと、ざっくり言うとタイトめなんです。まあちょっと派手なカラーリングして、ケミカルウォッシュの細身のデニム履いて、ボリュームのあるスニーカーを履くような感じ。まあ、80s のニュージャックスイングとか、ニュー音楽のジャンル知ってる人だったらあると思うんですけど、もうまさにあれに出てくるような感じですよね。ボックス髪型とかボックスヘアとかにしたりして、そういう 80s のスタイルも2007年から2011年ぐらいまで結構原宿には多かった、渋谷原宿に多かったイメージです。ブランドでいうとナイキのヴィンテージ、アディアスのヴィンテージ着たりとか、プーマも着てる人いたっすね。あとレマ&デューレっていうブランドがあって、レマ&デューレも 80s で着てる人多かったっすね。あと D&リッキーっていうアクセサリーのブランドの身につけてる人も多かったっす。ハート型のものですね。
で、チープマンデーのデニム、チープマンデー安かったんで、チープマンデーのケミカルウォッシュとか履いてる人が多かったです。と、ジョイリッチ、LA のジョイリッチとか、スターターのサテンスタジャンとか、あとスワッガーも 80s モチーフでいろいろ物出してたんで、こういうの着てる人多かったイメージです。スタイルアイコンで言うと、ランディ MC のメンバーだったりとか、あとビッグオーさんですね。ビッグオーさん 80s 結構昔から押し出してたんで、一時期 80s の古着とかもスワッガーで売ってたりして、ビッグオーさんが直接買い付けた古着とかも売ってましたね。あとはスワッガースタッフの人、やっぱ 80s やってたんでかっこよかったですね。あとはスワッガー周りで言うと、ザ・クールキッズっていうアメリカの2人組のアーティストも 80s の代表格かなと思います。あとはやっぱりニュージャックスイングの向こうのアーティストですかね。そういうの参考にしてる人多かったと思います。スニーカーはやっぱボリュームがあるのが好まれてたんで、エアジョーダンの1から8で、アディダス、あとはアディダスのスーパースターランディ MC みたいなノリでスーパースター履く人も多かったし、あと知ってる人これいますかね、 SPX ストリートスラムっていうスニーカーがあるんですけど、めちゃくちゃボリュームのあるハイカットのスニーカーなんですが、 SPX も 80s で履いてる人多かったイメージです。はい、そんな感じで次いきます。で、パート1の最後になるのが 90s スタイルです。 90s スタイルっていうと、まあ本当にもそに 90s のヒップホップのスタイルで、もうもろオーバーサイズな感じで、もういなたいんですよね。僕一番好きで 90s は、音楽も 90s が一番好きなので、ヒップホップの、一番好きな 90s、 どっちかというと服のスタイルも 90s が昔から好きでしたね。どんなブランドがあるかっていうと、ノースフェイスですかね。ノースフェイスのスティープテックだったりとか、まあ、あとマウンテンジャケットとか、そういったもので、カーハートも昔から 90s で人気です。で、ラルフローレン、当然ラルフローレン入ってきます。ローライフの影響も強いです。あとノーティカですね。ノーティカのセーリングジャケットとか着てる人多いと思います。トミーヒルフィガーも人気で、で、ロスコですよね。ロスコはもう安いから鉄板ですもん。ロスコのカーゴパンツ鉄板で、リーバイスだったらシルバータブとか501とかで、似たジャンルでカルバンクラインのデニムですよね。カルバンクラインもいいシルエット出すんですよね。で、カルバンと似たシルエットラングラーのデニムも 90s スタイルにはバッチリハマります。あとこれも知ってる人いたらしいですけど、マリでフランスはジルボーっていう、ジルボーも履いてる人 90s でいたと思います。スタイルアイコンでいくと、もうこれ多すぎるんで、ぶっちゃけここに書ききれないんで、代表的な人だけ書いたんですけど、まあ、ナーズとかは当然 90s のアイコンだし、ブートキャンプクリックっすよね。ブートキャンのメンバー、もう本当に、それこそスミフンとか、ヘルタースケルターとか、そこら辺の人たちは、もうめちゃくちゃオーバーサイジングでかっこよかったですね。ブラックムーンのやつだとか。はい。で、ムーロさんも 90s でもうエレメンツオブスタイルとかしてる人いたら嬉しいですけど、そういうのとか着てクソかっこよかった。サンピンキャンプとかでもめちゃくちゃファッションもイケてましたしね。あとはやっぱローライフメンバー、ラルフローレンのギャング集団ですね。右の写真がローライフで、アパートメント、今最近人気 G アパートメントですね。 G アパートメントさん吉祥寺のお店ありますけど、もうずっと何十何年 90s スタイルを貫いてて、最近もニューバランスとコラボしたりとか、勢いが止まらないですね。あそこはブレずにやった結果がここまで来たんだと思います。 90s を今ここまで流行らせたのは、確実に G アパートメントの影響はめちゃくちゃあると思ってるんで、リスペクトしかないです。で、スニーカーに関して言うと、ティンバー履いてる人やっぱ多いと思います。まあぶっちゃけこれ以外にもたくさんあるんですけども、代表的なもので言うと当然ティンバー6インチ、あ、フィールドブーツですね、ビーブロとかで、スーパーブーツ40ベローですね。ここら辺の足元 90s スタイルの人は大好きなんじゃないでしょうか。はい、すいません、ちょっと駆け足でがっつりガンガン喋っていきましたが、今回パート1ということで、ストリートファッションの中の9つの中から5つのスタイルを説明させていただきました。次パート2もやっていきますので、次の動画もぜひ見ていただけたら嬉しいです。で、私はこのチャンネルを運営してて、まあ、2000年代のヒップホップとストリートファッションをメインに扱うチャンネルをやってるんですけども、これからもどんどん動画投稿していくので、高評価とチャンネル登録とコメントいただけると活力になるんで、ぜひお願いできればと思います。それでは今日の動画は以上です。